ここはいいディフレクションでしたけれども、スネーボールです、はい、この手ですね。今度はインサイドから遠藤に平尾がついてスイッチしました。ポトゥ走り込んできて、北川ジャンパーどうか、来ました。バックのポジション、エンドインバウンス14秒、ケネディ外に振る、オープンを作ってタペスコットの3、来ました。このシュートフェイクが本当にリアルなんですよね、一つ前でも、高島選手が飛ばせてましたけど、はい、こんだけこう飛ばしていくと、やっぱりポトゥ選手がそんなに攻め気がなかったので、行くタイミングっていうのを間違えると、ぽっかりコースを作ってしまうので、そこは見極めが大事ですね、はい、ジャンプは田島、こうやって出てきました。で前半終わっての2つなんですけれども、セカンドチャンスからのポイントというところで見ますと、実は宇都宮は2点で、茨城が7得点でした。今日もシュートを見せましたイタルカです。それ以上もしくはリバウンドからの圧力というのを宇都宮から感じます、はい、ね。チャンスを与えてるけど、得点には繋げないけど、ここはまずスライダーで、ここは沈みませんでした、はい、ゴールしたジェイコブセン選手が、はい、そして山口の良さが出た、これですね。同じ形を作るイタルカ、パスを選択、スコットに通した、守ったジェイコブセン、献身的な守りが目立っている印象です、はい、そうですね、こうしてこうズレを作られて、ここはケネディ絡みに行く、ケネディ取った、1対1になります。アラヤをかわしていって、おっシュート落ちる、ねじ込んでバスケットカウント。チーム全体としては今フリースローの確率が 69.2%、 リーグでは21位と苦労している宇都宮です。スリーポイント、福澤、ここで福澤来ました、スリーポイント、はい、鶴巻からもう一度ここは福澤に預けました。福澤からタブスコット、タブスコット、ロールターンが外に振って福澤もう一本、来た連続。3619名のブースター、そしてブレックスネーションの皆さんが駆けつけてくれました。福澤また来た、それでドライブ繰り返していくと次はスリーポイントが効いてきますよね、タイトに行く、なんとボール離して遠藤のスリーポイント、あーここで来ました。インサイド、ジェイコブセンとポトゥ、あーここはジェイコブセン勝ちました。時間を使っていく、スーザーはかわした、ジェイコブセンに繋いだ。茨城ブースターにとってこれ以上ないクリスマスプレゼントになりました。連敗を5でストップ、強豪宇都宮に対して B1 で初めて勝利を奪ったという茨城ロボッツです。